バインズ物語の方がね、急行型の客車なんで、まあちょっと快適といえば快適なんですけど、まあこちらもね、空いておりますし、まあとりあえず当たりなものを引きましたから、まあこれはこれでいい動画のネタにしちゃおうというわけなんですね。なお、以前にも一度乗車をしておりますが、その時は純正の国鉄直編成ではありませんでした。JR 東日本新潟支社ではね、この辺りのイベントの目玉として使えるように、キハ47、48この2両組まれているこの1編成のディーゼル編成をこのようにね、国鉄カラーに塗り替えております。もともとこんな色のね、ものはありませんでした。いや、こういう塗り分け自体は存在したんですが、これは普通列車にあくまで使われるもの、現在でも普通列車として使われておりますが、しかしこの塗り分けの方法は急行用のものでございます。現在急行用車両キハ52、キハ58というものはもう全て引退をしてしまいました。しかしながら、まあ、その代わりにですね、じゃあとりあえず色だけでも、だいたいキハ58とかにキハ40系とか似てますので、まあこうやっておけば適当にね、素人は分かりやしないだろうみたいなところももしかしたらあるのか、まあそれともね、まあこういうものでも鉄道マニアがね、喜んで来てくれるんじゃないかなという考えか、分かりませんが、ともかくこのように昔風の塗り分けがなされているということは間違いありません。そして何かこの辺りでイベント列車として活躍という時には、この2両で編成を組んで全車指定席の快速列車などという運用をやることもあります。クリーム色、それに付け替えて赤のライン、これは国鉄でよく見られる色ですが、実はね、クリームと赤といってもいろいろ種類がありまして、4パー合計などに使われる色の正式名称を分かれてしまいましたけれど、クリーム色と、それからちょっとなんだろう、ワインレッドとは言わないんですけれど、ちょっと濃いめの赤い色、それからまあこのような朱色みたいな色ですね、クリーム色と朱色、こちらは急行色、さらに急行以外に使われるいわゆるタラコ色というものは、普通の一般のディーゼルカーなどで国鉄自体、現在でも JR 西日本で広く用いられておりますが、この色とはまた異なるようです。なお、近頃塗装が新しく塗られたということはどうもないようで、ここをご覧いただきますとね、この元々のこの車両に施されていた色、もっと昔はこの色でさえなかったわけですが、とりあえずこの急行色風に塗り直される前のね、白地に 赤と黒の線、その3色もね、ここにわずかに見えてきております。なお、私が今手前側に立っているこちらがキハ48、奥がキハ47です。この違いはもう一目瞭然かと思いますが、キハ47についてはこのように両開きのドアが前後に2つというか、割と中間寄りに2つ、それに対してこちらキハ48にはデッキがついていて、このように片開きのドア、これが一番両端側に2つということでございます。だからどちらかといえば急行型車両のその雰囲気をとどめておりますのは、このキハ48の方ではないかと思います。なお、残念ながらキハ48でも、じゃあ完全に車内も急行型っぽくね、ボックスが並ぶのかというとそうではなく、これは改造なのかな、多分改造だと思うんですけど、一部は元々だったのかな、あまりよく分かりませんが、この中でね、このようにある程度車内のロングシートか、それから一部の座席はね、車端部が通学の高校生などで混雑するということがありますので、一部は座席の撤去などが行われております。そうは言っても客室内のボックスシート、これは登場当初からのもので、また座面、要するにモケットですが、その布地自体もまた往年の、これはまあ紺色というのかな、ちょっと暗いぐらいの青色で統一をされております。優先席以外は全てこのような色です。またご覧いただいております通り、このような方向を巻くではなく、サボというものを差し込んで行き先を表示するスタイルです。これに確か2、3時間ぐらい乗ってる、2時間じゃ効かないですね、多分3時間ぐらい乗るのかな。万越物語だと車内販売がありますからまだいいのですが、本日はそういうわけにはいきません。さすがにただのワンマン列車ですから、ね、多分ワンマンなので、だからこんなものをね、ずっと乗り続けて途中で、飲み物を買う時間もないとかね、いやこの駅はしばらく止まるけど川の水でも飲みます、自販機なんてないですね、そんなんで困りますから、今のうちにちゃんとね、街にいるうちに、物を揃えておこうというわけです。当駅ニーズにはまだ JR 東日本の近代的というか、まあ、最近の、ね、最新型の自動販売機があります。本当の最新型ってのはなんかね、あなたへのおすすめはこれですよとか、なんか余計なおせっかいをかけてくる首都圏に入ってたみたいな、タッチパネル式の自販機なんですけど、これの方がいいですよ。
キハ40系の旅ではこのような足の、ね、姿勢を取ることが一般的です。キハ40系は、まあ、大体足元に配管がこのように出ておりましてね、一段高くなっている。この関係で足を通常通りにやりますと随分と狭くなってしまうわけです。ですからそれを回避するためにこのように一段高くするというのもよくあるんですが、これがキハ58なのですとどうもないようですから、あちょっと確かに急行型、本物の急行型は羨ましいなと思うところでもあります。まあこれがね、まあ、40のその見どころというかね、特徴でもありますので、確かにこのね姿勢から車両を感じることができるというのも面白いのではありますが、混んでいる時などは少々勘弁といったところです。スピードやそれから加速性能はあまり考慮されていないように思います。まあ、だから乗り心地はキハ120とかに比べてかなり良くてですね、もう乗っていてもあまり疲れてこないというものなんですが、しかしながらやはりスピードはどうしてもキハ120なら新型気動車には劣ります。乗っていても分かりますが、この辺りでももうちょっとスピードを多分出そうと思えば出せるはずで、実際に制限速度もそれほど別に低いわけではありません。しかしながら、まあ、加速減速性能なのかそれほどないというわけですから、結果としてこのような運行になっているのではないでしょうか。だんだんとね、喋り始めた時よりもスピードを上げてきているのがお分かりいただけるかと思います。徐々に徐々にですが、スピードを上げるつもりはあるようです。向こう側に見えておりますのは阿賀野川で、もともと新潟水俣病のその源となった川でもあります。この辺りもどうだったのかちょっと分かりませんが、少なくとも阿賀野川周辺でいろいろそういうことが起こっていたようです。なお繰り返しになりますが、こちらキハ48にはデッキがついております。もともと寒いところで使われることを前提として作られた車両ですからそうなんですが、キハ47はそうではなく普通の通勤電車とどちらかといえば似たような客室接客設備です。47の方が空いているんですけれども、このキハ国鉄色に乗りたいという人もどうもいるようで、やっぱりそうするとキハ48に乗りたくなるのかなと。残念ながらキハ47からはあまり国鉄車両、国鉄急行車両を感じるようなものはありませんが、キハ48の方はこの手前側のロングシート部分ですとか、そこに下がった吊り革を無視すればある程度、つまりですね、このような見方をすれば急行型車両に通ずるものがあります。水面もキラキラ輝き大変美しいものです。なんか通行止めをされちゃってますね。ということはこの辺りはもう車は通れないということなんでしょうか。他に大体の道路があればいいんですが、ないとなりますとこういう場所ではね、お客さんが少ないとはいえ鉄道が重要な役割を発揮するということになります。これ国道49号なんですね。多分それなりに主要な道路だと思うんですけれども、しかしあまり整備をされている感はありません。より家の窓ガラスなどにね、この乗車しているキハ48の塗装が反射をいたしまして、そして今乗ってるのは確かにキハ48なんだなと、急行色の車両なんだなと実感する、このような情景がお好きだという方も大勢いらっしゃるかと思いますが、なかなかねお家自体が見えないものです。バーナイツ再生ですが、ね、もしかしたら他は何かやってるという機会もあるのかもしれないけれども、少なくともこのキハ48の2両編成が使っているこの列車についてはワンマンでは実際にいないようです。そういえばこの辺りの、ね、キハ40とか47、48にはあんまワンマン改造されているやつがなかったような気がしますね。小川線がどうだったかちょっと忘れてしまいましたけれども、JR 東
線とかそういう割と簡単な非電化路線でもワンマン運転は実施しないで、そのまま運転手さんと車掌さんが2人乗務ということが結構あります。どちらかといえばね、その方が望ましいように思うんですけどね。そして列車はこの辺りには主要駅狐の嫁入りで知られる津川にやってまいりました。あまり街に人が歩いている様子も見られませんけれども、磐越物語号なのでこの辺りで降りるというお客さんも結構多いようですから、この列車はまた当駅からお客さんの乗り降りがあるかもしれません。給水設備なんかがあるからね、ここで多分 SL がちょっと休憩とそういうことをやる場所でもあるんでしょう。当駅で対向列車快速の紅花じゃないや阿賀野川かな、それと行き違いとなるようです。あちらは3両編成キハ E120 と130もいるのかな、まあそれは分かりませんが、とにかく110、それのね2両編成じゃなかった2種類の混血列車です。通常ね、このような急行型の車両だと多分デッキ付近とかにエンジンがあることが多いんじゃないかと思うんですけど、それは私の勝手な勘違いなのかな。もう手を振ってるから、あれ違うか、私に振ってたじゃん。あやおくね、振り返して向こうに気づかれてたら、あちょっとね気まずいところでして、多分車内になんか乗ってる人がいたんでしょう。で、こういう車両ですね、デッキ付近に、エンジンがついてることが多いような気がするんですが、まあ、しかしこの列車はそうではないようで、客室内から爆音のエンジンが響いてきますけれども、しかしこちら側には特にエンジンの音がせず、デッキは随分と静かなようです。橋の橋っていうか川の対岸とね、こう電気のやり取りをしているようで、橋自体はあまりかかってはおりませんけれども、しかし電気の橋、そういうものがねかかっております。電気の橋っていうか、つまり電線が橋上に渡されているということですけれどもね、なかなか橋がないのでね、駅を出ても反対の津川の集落にすぐ行けるっていうわけでもないんでしょうか。ちょっとこれは大変そうだな。狐の嫁入りって確か船に乗っていくようなものがあったかと思いますけれど、それもその関係なんでしょうか。ご飯はですね、もう新潟の駅で駅弁を用意しておりました。縁側のお寿司駅弁ですね、1100円で買ったものです。美味しそうなんですけどね、もうこれまた駅弁ではよくあるんですが、アセストカムカリウム人工甘味料を使われております。いやもう甘味出すんならこんな1100円も取ってんだからね、砂糖ぐらい使えないのですが、それでもねこういうものを売ってしまうのが少々残念ですけれども、まあでもとりあえずこの駅弁は美味しいので、まあ良しとしましょう。しかもね、これ縁側っていうことしか言ってないんで、多分ヒラメの縁側じゃないんですよね。前にね、まあ、お名前出してもいいっていうことだったんですけど、福岡でいつもご馳走してくださる横山さんから教わったんですが、縁側と書いてあったら、これはヒラメの縁側ではなくカラスガレイの縁側だそうです。まあでもね、それでも美味しければいいんですけど、なんかちょっとね、駅弁値段取るんだからちゃんとしたものを使ってようと思うんですがね、そういうのはやっぱり無理なんでしょうか。駅弁業界ってね、結構ケチなのが多いんですよ。特に NRE 日本レストランエンタープライズ旧日本食堂はなかなか低質な駅弁を売ることで有名ですが、逆にそれがねもはやアイデンティティとなりつつあるぐらいです。
というわけでね、ここまで急行からのキハ48の旅をご覧いただきました。ここからね、また大勢、さっきの北方からお客さん大勢乗りましたから、それがみんなそのまま郡山方面へ乗り換えというわけで、4両編成の快速は多分大変な混雑になるだろうと思います。まあ、座れなくはないと思うんですけどね、ここから先の車窓を移すことは随分困難が伴うと思います。これね、前はアイズライナーだったんでよかったんですけどね、4パー5の 6B だったからまだなんとかなったんですが、この時間で4両の快速ちょっとなという感じですね。